ペリリューの戦いは日本兵1万人が米兵5万人を迎え撃った戦いです。日本軍は守備隊長、中川国夫大佐の指揮のもと、絶対的に不利な条件にもかかわらず、互角の戦いを展開します。中川は、島内の地形や守備隊の防備について細部まで理解していました。また、現地島民の中に日本軍と共に戦うという声もありましたが、被害が及ばないよう、疎開を命じたのも有名です。そして米軍がペリリュー島への大規模な艦砲射撃と空襲を開始します。中川は米兵が上陸すれば、下手に艦砲射撃はできないという、米軍の上陸を待ちました。中川は島の数百に上る洞窟に坑道を掘り要塞化しており、米軍に徹底したゲリラ戦法を展開したのです。後には硫黄島、沖縄の戦いに引き継がれるこの戦法で、米軍に大打撃を与えるも、圧倒的な兵力と火力を受け、中川は司令部に打電しました。桜、桜、桜、それは、玉砕、を意味します。その夜守備隊は残存兵力で最後の総攻撃を死にごと桜を散らしたのです。祖国、故郷、家族を守るため、多くの兵士と共に、勇敢に戦い抜いた名将がこの島にいました。現代人は歴史から学び、日本の未来を守れるか。